カモテ、はい、これはあ、ジャズマスっぽい。そうなんですよ。へえ、でも独特なボディシェイプ。もういいギターってことは分かりました。チューニングで、チューニングで分かりますよね。チューニングで分かりました今ので。これは湯気同士？いや、これはですね、うん、あのジャズマスのピックアップを、うん、うちのオリジナルでまた新作でつい最近ちょっと作って、見たかも。まだあんまり、うん、みんな知られてはないかもしれないですけど、うん、まあ、それが載った一本なんです。あ、そうなんですか。はい、じゃあ行ってみましょう。あ、いい塩梅。あ、これ弾きやすいわ。上手くなった気がする。もうこれは何なの？この、これは色塗ってないんですけど。あ、塗ってないんだ。はい、これはもともとこういう。そうですね、まあ、その、まあ、木の芯の部分とその周りの部分のその境の部分を使っているということで、パープルハードという木らしいですね、うん、っていうかこれ見た目めっちゃかっこよくないですか。そうなんですよ、まあ、さっき指板材のところにちょっと触れていただいたんですけど、うん、はい、まあ、それに合わせてなのかな、はい、ボディもちょっと色をピンク色っぽくして、はい、でこのカモテっていう名前が、はい、メキシコでさつまいもの意味みたいな感じで、まあ、ちょっとさつまいもっぽい感じの、ちょっとかわいい感じに。さつまいもギターか。あ、ジャズマス人気だしね今ね。そうですね、ちょっと変わったのが欲しいって人はいいかもしれない。見た目一番好きかも。お、あ、でもな、このストラトもかっこいいな。結構どれもやっぱ見た目にインパクトありますよね。あ、そっか、フォローもいいな。ファンコおじさん F ね。あ、そうなんですよ、うん、うわー、これ迷いますね。みんな迷って買えないんじゃないかな。なるほど、3本確かに。ほうほうほう。Thank you.
軽いしね、3.5 ぐらいかな。あ、うん、確か多分そうだね。もしもですか。あ、大丈夫です。あ、でも確かに。あ、そう。でも今ってぐらい聞いてた。うん。3.45 キロですね。3.45。はい。ああ。ソリッドにしちゃうね。そうですね。軽い方に入るかな。このボディの大きさからしても。うん。いや、素晴らしいギターでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうすけさん。こんにちは。お久しぶりです。あ、やっぱりそうです。ちょっと東京来たもんで。うわ、覚えてきて嬉しいです。ありがとうございます。